上川丸とは、川崎汽船の上川丸型急貨物船のネームシップ。日中戦争から太平洋戦争にかけて、特設水上規模艦、特設航空機運搬艦として運用された。なお、太平洋戦争後に、川崎汽船の上川丸型貨物船のネームシップとして、同名の二代目船が建造された。1951年に竣工後、北米航路で活躍。 1972年にパナマ企業に売却後、1979年に解体された。また、川崎汽船グループの川崎近海汽船は2002年に、ローロー船となる三大目船を建造し、現在は大阪港と串港の間を運航している。1919年設立の川崎汽船は当初、川崎造船所で建造中のストックボートや、委託された、 造船所所有船などを船体の主力とした。2年後の1921年には、川崎造船所及び国策会社の国際汽船と航路の共同運営を開始、K ラインの始まりとなる。その後、1927年の国際汽船の離脱、及び1934年の川崎造船所の船主業撤退を経て、明実とともに、K ラインイコール川崎汽船となった。 この時点での川崎汽船は、船体の主力は依然として、ストックボートなど、旧型船が多くを占めていた。そこで、川崎汽船では、優秀船体整備計画を掲げ、1935年に、タンカー、立川丸を建造して収益させたのを手始めとして、新鋭船を続々投入することとなった。上川丸は、ニューヨーク定期航路用貨物船として、 川崎造船所で建造され、1937年3月に竣工した本船系4隻の船名の由来は新生軍国から来ている。就航後は予定通りニューヨーク航路に着いたものの4ヶ月後に勃発した日中戦争により商業航海はわずかに往復しかできなかった。このため川崎汽船は大体として優秀船舶建造助成施設の適用を受けて、 使用一部変更した広島丸を建造し、さらに火災事故により放棄されたイギリス船積貨物船を購入して大修理を行い、安川丸として構成させてニューヨーク航路に投入した上川丸は1937年9月17日付で日本海軍に徴用され、翌9月18日に特設水上規模艦として入籍、佐世保陳述籍となる。 簡単な偽装工事を行って、中国戦線に赴き、第三艦隊に属して10月より、中止方面で、甲州湾上陸船や南京攻略船などを支援。12月からは、第三航空船隊所属艦として、南市方面へ移動し、翌1938年1月にかけて補給路、遮断作戦に参加、水上規母艦、新の水上機体と組んで軍用列車や船艇を、 繰り返し爆撃して多大な戦果を上げた。この頃、艦内に手法設置の申請が出される。やがて戦線が奥地へ移動したため水上機体の作戦もとりあえず終了し、12月15日付で特設航空機運搬艦へ類別変更となる。1939年2月以降は海南島攻略作戦後の総統作戦にも参加。9月17日。 国部仏院真鍮に参加、従順洋艦、鳥海、第二航空船隊などとともに、第二図解士艦隊を編成し、本艦の94式水上偵察機や95式水上偵察機は、洋上商会や日本陸軍の地上支援に活躍した。11月13日、従順洋艦、足柄水上機体、水上規模艦の塗料指揮下に入れ、何年死からの撤退作戦に従事した。 作戦中の11月15日付で再度、特設水上規模艦となり、品方面艦隊に属して、南四方面を転戦した。月平均20回、延べ120機が出動し、45日ごとに、台湾、高尾に入港して、補給、再出撃を繰り返していたという。1939年11月から1年間に、かけて本艦は95式水上偵察機4喪失。 八名戦士と引き換えに敵兵1万名を攻撃、戦車6両爆砕、自動車113両破壊、銀車725両損傷、ジャンク216隻を撃沈、倉庫357棟破壊、または炎上、橋梁39大破という戦果を挙げた。1941年5月、佐世保海軍交渉に入居して、推進準備計画に沿って改装が行われ、 カタパルトを1機装備した。また、0式水上偵察機を全看板に2機と5看板に2機の、計4機、0式水上観測機を全看板に2機と5看板に6機の、計8機搭載できるように改められた。兵装は12センチ広角砲2門から15センチ単装砲2門に換装され、対空機銃も装備された。11月22日に佐世保を出港し、 11月27日に3アニ、到着。太平洋戦争初戦では、第12航空戦隊の上川丸、山陽丸と第9根拠地隊の相良丸で、マレー部隊の第2航空部隊を編成し、マレー半島への上陸作戦に参加した。その任務は、戦団の護衛、白地の警戒及び陸戦の支援であった。上川丸の水蒸気は、作敵や、 戦団の護衛、シンゴラでの陸戦支援などに従事した。上川丸は12月6日にサンアを出港し、カムラン湾へ向かった。12月7日、作敵から抜き島途中の上川丸の零式水上偵察機がイギリスのプビー、カタリナ飛行艇と遭遇して交戦し、そのカタリナは陸軍機により撃墜された。同日、 戦団護衛に従事した上川丸の観測機1機が山に接触1機が着水時に転覆して大破した。マレー沖海戦のあった12月10日、上川丸と山陽丸の水蒸気も作敵を行ったがこれらは上川丸の水蒸気がスウェーデン船を発見したのみでイギリス艦隊は発見できなかった。ついでミリ、セリア、クチン攻略船の支援を行った。 1942年に入ってからは、カムラン湾での整備作業に専念していたが、2月から3月にかけては、ライン作戦に協力し、パレンバン、ジャワ島作戦で、搭載機による対戦紹介などに従事した。3月10日付で第4艦隊付属となり、南東方面に転じる。4月から5月にかけては、つらぎ攻略作戦協力に続いて、ポートモレス B 攻略を目的とする。 産後海海戦では、デボイネに全身水上機基地を設営し飛行機隊を移した後、ウッドラーク島近海で基地航空隊や援護部隊の指揮を取った。ポートモレスビー攻略作戦が中止になると、ショートランドに帰島し、ラバウルを経てサイパン島に移動した。5月20日付で、上川丸は正式に第11航空戦隊に編入された。これは、 同月1日に水上規模艦水穂が撃沈されたためである。5月下旬から6月上旬にかけてのミッドウェイ作戦における上川丸は第11航空船体を機関とする航空隊として参加する。航空隊はミッドウェイ島船領に向かう輸送船団と護衛隊の対戦、対空警戒及び急ア島の船領、作戦成功後のミッドウェイ島。 水上基地建設という任務を与えられた。5月28日、航空隊4隻は、他部隊と共に、サイパン島を出撃。6月4日、航空隊4隻は、事前の計画通り、攻略船団と分離して、旧足シに向かった。6月5日、第一航空艦隊の主力空母4隻は、米海軍機の空襲により炎上。戦闘不能となる。戦 攻略部隊指揮官、近藤信武第二艦隊司令長官は、戦団部隊に対し、第11航空戦隊司令官式による輸送戦団の被体と第二水雷戦隊の攻略部隊本隊への合流を命じる、旧足島に向かっていた航空部隊は、反転、速力24ノットの2隻は、同日1632、低速の上川岸等は6月6日0400に、 それぞれ戦団部隊と合流。戦団は藤田司令官の指揮下で南鳥島方面への退避を続けた。同日夜、山本56連合艦隊司令長官は北方部隊増強を加齢。上川丸は燃料補給を受けた後、北方部隊に編入されることになった。6月8日1710、上川丸は戦団部隊と分離。6月9日午前中に、 第3戦隊第1小隊等と合流して北方に向かった。同日正午より、第5艦隊司令長官、細海母子老中将の指揮下に入り、上川丸艦長指揮下の水蒸気部隊を編成、アッツ島及びキスカ島攻略作戦にも参加した。6月15日、上川丸はキスカ島に到着、飛行紹介を開始する、熱帯地作戦の装備のまま、 ミッドウェイ作戦を経て、北方海域に転身したため、上川丸は、寒冷地作戦の装備がなく苦労することになったという。7月14日付で、上川丸は、第2艦隊機下の第11航空戦隊に編入され、再び、ショートランド方面に進出、ソロモン方面の作戦を支援した。1943年2月1日。 ショートランドで停泊中に爆撃を受け損傷する。修理後も横須賀とトラック及びラバウル方面を往復する輸送任務に任じた。1943年5月14日、ラバウル向けの航空機や軍需品、手法用品などを搭載して第3415戦団に加入して横須賀を出港する。5月22日にトラックに到着後、 編成外を行って2隻の苦戦艇に護衛されて5月26日にトラックを出港。5月28日、視海内に B-24 が出現して、砲撃により追い払った後の12時3分、南米01度42分統計150度18分、南米1.700度統計150.300度、マイナス1.700、150.300の地点に差し掛かったところで、 アメリカ潜水艦、スキャンプに発見される。スキャンプは、魚雷を5本発射し、うち3本が、船体の全中後部に、それぞれ1本ずつ命中し、航行不能に陥る。苦戦艇は、爆雷攻撃を行い、スキャンプは、攻撃が静まるのを待って深海に潜み、攻撃が止むと浮上して、最初の攻撃地点へと戻った。救援のために、ラバウルから救難船、長浦、 カビ園から特務館、宗谷がそれぞれ現場に向かってエミラウ島か、ムッソー島に栄光することとなり、救援が到着するまでの間、対戦及び対空警戒を厳重にして、応急処置を行っていた。そこに、スキャンプが浮上のまま接近してくる。翌5月29日0時16分、スキャンプは、南伊01度40分、統計150度24分。 何1.667度統計150.400度マイナス -1.667150.400 の地点で浮上攻撃を行い、魚雷を2本発射。うち1本が命中し、急速に傾斜が増して光なりの5分後に沈没した。7月15日に海洋及び除籍、日本海軍士第9巻、第10巻の召喚履歴に基づく。日本旗船名簿。 神川丸の当該校は、名簿作成時、現状調査未了のため空欄である。日本紀千名簿、神川丸の当該校は、名簿作成時、現状調査未了のため空欄である。日本紀千名簿、神川丸の当該校は、名簿作成時、現状調査未了のため空欄である。日本紀千名簿、神川丸の当該校は、名簿作成時、現状調査未了のため空欄である。 日本紀泉名簿、上川丸の当該校は、名簿作成時、現状調査未了のため空欄である。日本紀泉名簿、上川丸の当該校は、名簿作成時、現状調査未了のため空欄である。ありがとうございます。